はい、コツの大趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にありますけれども、ちょっとね、薄紙に包まれてますんで破いちゃいましょう。はい、ダダンとね、出ました、ポップアップパレードですね。はい、そちらからハンターハンターのキルアゾルディック、こちらがついに出ました。いや、これはね、ポッパレの中でもね、めっちゃ期待して待ってました。なんたってね、自分の推しです、キルアは。ハンターハンターの中で一番好きなキャラ。それがね、しかもこのカンムル状態、その時のポーズですね。はい、もうね、毛先が毛羽立っている時のキルア、めっちゃかっこいいやつです。これはね、早速開封していきたいと思います。とりあえず外箱の状態、回転させて見ていきましょう。はい、ということでね、まあブリスターもそのまんま入ってる感じなんでね、それは省いちゃいたいと思います。では早速ね、本体見ていきましょう。はい、ではね、開封しましたんで見ていきたいと思います。こちら、じゃんとね、はい、まず台座です。はい、台座シンプルですね。やっぱポッパレーパレードポップアップパレードは、あの台座がシンプルだよね。シンプル、クリアブラックで、早速本体です。じゃじゃん。はい、いや、これいいですね。ポージングがいい、よく再現されてますね。なる髪、まあサイズ的にはね、小さいですけれども、見てください、かっこいい。キールはかっこいいな。この電撃エフェクトはクリアパーツですね、ブルーです。クリアブルー、もう造形自体もね、髪の毛なんてめっちゃいいですね。トゲトゲしく、毛羽立ってるのがやっぱすごいですね。もうバチバチっていう感じだよね。いやー、これはいい。こうね、目とかね、ちゃんと再現されてますね。いや、これはかっこいい。まあ、ポップアップパレードはね、低価格帯なんでね、値段からしてみれば上出来じゃないですかね。はい、では台座に組み合わせてみたいと思います。はい、台座と組み合わせて完成。いや、かっけー、キルア。あー、やっぱいいね。やっぱこの鳴る髪状態が一番好きですね、私ね。こっから電光石火、疾風陣雷につなげていくわけですね。いやー、かっこいい。ということでね、とりあえず背景を綺麗なものに変えて回転させてお別れしたいと思います。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。